おはようございます。元番ずっと 400V です。2022年10月1日土曜日7時39分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。先週に引き続き、晴れてます。気温はちょっと涼しくなってきましたかね。けどまだメッシュ系の服装で走ってます。まあそれでも大丈夫かな。まああと何回メッシュ系で走れるのか、今度の水曜日木曜日は結構気温下がるみたいで、で最高気温が21度とか22度ぐらいまで落ち込むみたいなんで、まあ、その辺になるとちょっと厳しいかなとメッシュは思います。まずはずっとお話してますけども、ベイスターズの話から、先週2試合、横浜スタジアムで、試合見てきまして、今週も、水曜日木曜日野球見てきました。1勝1敗でしたね。で今週の火曜日から、今シーズンの最後の7連戦で、火曜日から4試合は中日、2勝2敗で、終わりました。昨日負けましたね。シーズンの成績2位はもう決まってってるんで、まあ、消化試合じゃなくってクライマックスシリーズに向けての調整だと思うんですけども、まあ、調子いい時と悪い時となんかこう極端かなと。いうふうに感じてます。でクライマックスシリーズのファーストステージは、2位のチームのホームスタジアムの横浜スタジアムで、やります。で抽選販売の申し込みをしてまして、それの結果発表が今日の10時頃から発表される予定です。まあ、多分倍率が低いと思ってで、ウイング席っていう、まあ、内野の後ろ側っていうんですかね、内野席の後ろ側を一応申し込んであります。第3希望までだったんで、そのウイング席の後ろ側と前側と、あとは、外野の応援席、一応その3つを3日分ですね、全部一応申し込んであります。まあしばらくクライマックスシリーズ出てないんで、どうなるかわかんないですけども、理想的には、3試合全部、見れるのが一番いいですけどね。で、1勝1敗で最後に決めるというのがいいかな。なんかこう2勝0敗で決めるよりは、競って勝った方がファイナルステージに向かってこう気持ちが高ぶっていくっていうかっていう感じもしますけど、まあまあ、まずはファーストステージを、頑張ってほしいかなと思います。でちなみに、
ファイナルステージも一応申し込みしました、ファーストステージ勝ち上がれば神宮球場で、試合するんですけども、神宮なんでビジターということで席がすごく少ないです。なんで多分そっちの競争率はすごく高いんじゃないかなと。まあダメ元で一応あの予備日っていうかも含めて、申し込みました。そっちの方は確か10月11日に抽選発表前日かな、クライマックスファイナルが10月12日からで、それの前日に確か抽選結果の発表があるスケジュールだったと思います。あとはさっきあの、新横浜の横浜アリーナの前で追加しましたけども、この右の白い建物横浜アリーナです。あと1ヶ月ぐらいですかね、ナイナイのラジオのイベント歌謡祭、楽しみです。ナイナイのラジオイベント歌謡祭、10月の30日なんであと1ヶ月、になりました。で、ラジオの方でいろいろ毎週あのイベント絡みのお話をしてるんですけども、イベントグッズはやっぱりというかあのお米はまだ売れてないみたいで、予想外だったのがお茶碗が1800円意外にももう売り切れてましたね。陶器なんで当然簡単に増産できるようなもんじゃないと思うんですけどね。で、あともう一個はこれ多分番組側がオフィだけでやったと思うんですけども、お米広すぎるっていうか、お米2000円なんですよ、ただの無洗米、銘柄は言ってないで、1号ですね、1号をペットボトルに詰め込んでそれを2000円で売るっていう暴挙に出てるんですけども、さすがに買わないですよね、1号2000円のお米、ただの無洗米。まあでも話題作りにはなったと思うんで、いいんじゃないかな。あと最後、COVID-19 のワクチン、オミクロン株対応ですね、でまたワクチン争奪戦になるんじゃないかなと。でここでもお話ししました。で、初めは重症化知らせる人とか、医療関係者とか、打てる人、宣言して絞ってたんですけども、横浜市は結構早くから一般の人もその新しいワクチン打てますよということで、すぐ予約を受付しました。で多分予約がいっぱい埋まるんで、空き始めてからやろうかなと思って、予約サイトちょっと覗いてみたら思いのほか、予約が空いてました。なんで、今度の木曜日かな、木曜日に予約したんで打っていきます。ちょっとなんだろう、びっくりしましたね。もう皆さん打ちたくないんですかね。
ちょうど前回から5ヶ月じゃないか、6ヶ月になりますかね。4月に3回目を打ったんで遅い方なんですよね、3回目としては。まあ感染が落ち着いてきてるんで、あんまり関心なくなったのかなとは思うんですけども、まあ私は、まあリスク回避のために、打てる限りは打とうかなと思ってます。インフルエンザもずっと打ってるんで、まあ、今年もまたインフルエンザワクチン12月に入ったらだと思うんですけども、このぐらいで、また、打っておこうと思います。はい、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。